ナさん、背中を押してくれてありがとうございます。私やりたいことをやったんで、次は言いたいことを言おうと思います。カオルさん。おや、ミサキ、改まった顔をしてどうしたんだい。頑張って、ミサキちゃん。カオルさんが留学するの、私は嫌です。え、ミサキ、それは。でも、カオルさんが決めたことなら、止めるなんてできません。きっといっぱい考えて決めたことなんだと思いますし。でも、離れていても、私たちはハロハピです。遠くにいても気持ちは一緒です。ハロハピのこと忘れないでください。ミサキ、私のことをそこまで思って。私もみんなに会えなくなることを想像するだけで身が引き裂かれるような思いだよ。けれど私は役者としてさらなる高みを目指したい。一週間の間、みんなには会えなくなるけど、必ずより儚く成長して帰ってくるよ。カオルさん。ん？一週間？え、待って、カオルさん、今一週間って言った？カオル、私たちも同じ気持ちよ。離れていても私たちの気持ちは一つだもの。うん、カオルくん、留学頑張ってね。ありがとう。私は最高の仲間に恵まれたよ。ま、待って待って、みんな知って。ミサキちゃん、もしかしてカオルさんの留学期間聞いてなかったの？ああ、君たちの思いを胸に抱いて、私は遠い地へ旅立とう。早く行ってよ。同じ空の下、ニコリーナが帰国しても私が留学しても変わらないよ。まあ、カオルさんのは1週間だけどね。まったく、勘違いで変な心配して悩んじゃったよ。でもね、みんな。ん？ミサキ、どうしたのかしら。そのカオルさんとカノンさんが卒業して大学に入っても、いつか私たちが卒業して大人になっても、ずっとハロハピを続けたいなって思って。みんなどう思ってるかわかんないけど、気持ちは言わなきゃ伝わんないから言ってみた。言いたいって思ったから。ミサキちゃん。